命の御言葉ブログをお読みくださりありがとうございます。罪の許しの福音、死後の裁きからの救いについて語らせていただきます。まず聖書をご紹介いたします。旧約聖書は39巻、新約聖書は27巻、聖書は計66巻から成り立っており、すべて書き終えられるまで1600年間にわたって延べ40人の人によって執筆された書物であります。聖書の発行部数は世界一です。ここ50年間で39億部発行されている書物です。聖書は翻訳言語数も世界一の書物で、3300言語もの言語に翻訳されています。聖書は世界で最も影響を与え続けている書物です。まず聖書に書かれてある神様とはどういうお方なのでしょうか。聖書の詩編19編1節には、天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせると書かれてあります。聖書は唯一の神、全知全能の神が全てのもの、天地万物を作られたと語っています。進化論で、私たちが教わったように、生命は偶然に発生し、単純なものから複雑なものに進化していったものではありません。動物、植物や人間の仕組みは本当に驚くべきものです。宇宙にせよ、山や海にせよ、動物や植物の体の仕組みにせよ、それらは偉大な知恵と力を有した創造者なる神の存在を示してくれています。次に聖書の主題は何と言ってもイエス・キリストです。イエス・キリストは紀元元年、イスラエルのベツレヘムという町の家畜小屋でお生まれになりました。イエスはナザレの町で大工のヨセフの息子として年少期を過ごし、30代の時にエルサレム郊外のゴルゴダの丘で十字架にかかって死なれ、3日目の日曜日の朝によみがえられた誠の神、救い主なるお方であるのです。イエス・キリストは人となられた神の御子であります。神様ですので、罪を全く犯すことができなかったお方です。イエス・キリストは神であることを証しするため、たくさんの奇跡を行いました。一言で嵐を鎮めたり、水の上を歩行されたり、5つのパンと2匹の魚で5000人の人々の空腹を満たすことができたり、悪霊に疲れた者から悪霊を追い出し、盲人の人の目を見えるようにしたり、死んだ人を生き返らせるといった人には絶対できない奇跡を行ったお方です。そして何よりイエス・キリストは十字架につけられ、一度死に墓に葬られ、3日目の朝によみがえることのできになったことの神、救い主なるお方です。そのご復活によって、ご自身が神であられることを証しされました。聖書の第一コリント15章3から6節で、記されているように、使徒パウロによって最も大切なこととして伝えられ、500人以上の目撃証人がいました。なぜ罪を全く犯すことのできなかった神の御子であられるイエス・キリストが十字架につけられなければならなかったのでしょうか。罪深い人間に対する神のご愛がそうさせたのです。あなたはご自身を死んだ後、神によって裁かれて地獄に入れられるほどの罪深い人間だと思われていますでしょうか。聖書のヘブル9章27節と黙示録20章12から15節には、こう書かれてあります。死んだ後、神は全ての人を神の御座の前に立たせて裁かれると書かれています。神は全てにおいて正しいお方であられるので、人間の悪い行い、罪を見逃すことがおできになりません。そのため人間のどんな小さい罪も裁かれます。同時に神は愛なるお方です。ですから神は罪人をその裁きから救いたいと願われたのです。
信じる者は誰でも救われると聖書が語る救いとは一体何からの救いなのでしょうか。それは死後の裁きである地獄からの救いなのです。地獄は永遠に火の燃え盛る池で、罪に対する激しい怒り、嫌悪、呪いが悪魔と罪人とに下される場所です。地獄は永遠であり、一度地獄に行くならば決してそこから逃れる方法はありません。聖書ヨハネ3章16節にはこう書かれてあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると聖書には書かれてあります。罪深いあなたの罪を許すために神様がしてくださったことは、ご自身の大切な一人子イエス・キリストにあなたのすべての罪を背負わせ、あなたの身代わりに罪の刑罰を受けさせることでした。人となられた神の御子イエス・キリストの命の価値は無限大です。私たちの払い切ることのできない罪の借金をイエス・キリストが犠牲となり、イエス・キリストの命によって一括で完全に支払ってくださいました。神は罪の清算を十字架ですべ、神は罪の清算を十字架ですでに成し遂げられ、すべての人に無対価の救いを提供しておられます。イエス・キリストの十字架の御業によって人間は死後の永遠の地獄の裁きから救われるのです。そしてどんな罪人でも地獄に行くことがないように信じる者に罪の許しを与えてくださります。主イエス・キリストをご自身の神また救い主として受け入れれば、あなたは救われるのです。あなたは何もする必要がありません。あとはあなたが神様の与えてくださったその恵みである地獄からの救いを受け取るだけなのです。地獄からの救いにとって変わることのできる価値あるものは他にあるでしょうか。よくお考えください。罪が許されること、永遠の命をいただくこと、神様の子供にされること、神様から愛されること、天国に行けること、神より永遠の祝福を受けることほどに価値あるものはありません。神は主イエス・キリストを信じるすべての人にプレゼントとしてこれらすべてを与えてくださいます。聖書第1ヨハネ4章10節にはこう書かれてあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですと聖書には記されています。どうか神様の愛から出た救いの恵みを受け取ってください。聖書第一テモテ2章4節にはこう書かれてあります。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますと、神様はこのことの救いを皆様が本当に救われることを望んでおられます。私自身もすべての人が救われることを心より願っています。以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。